はい、仙台来ました。ここかなり都会ですね。本当に人がたくさんいるんです。わー、いやー、皆さんこうやって美しいユニクロ見たことありますか？私は初めてなんですけれども、わー、おー、すごい。おー、わー、ここ東京駅みたい。わー、なんかこれかわいいですね。はい、皆さんありがとうございます。本当にいろいろ。乾杯。失礼します。じゃあシーザーさん、これは何ですか？長芋、梅しそポン酢、梅しそポン酢、長芋の梅しそポン酢、こういう肉と玉ねぎをこうしたものが出たんですね。いただきます。これはどうやって食べますか？日本でやっぱ皿に移す？ああ、まあ日本に来たから日本の黒いやつのお皿に、これですか？これをここにちょっとずつ。牛タン塩つけ麺串が今からありますか？ああ、来た来た来た。こういうのが来ましたよ。わあ、ああ、いい匂い。本番はこれからですよ。この野菜と一緒に入れる。ああ。じゃあこれをこうやって野菜と一緒にこうして、あいごたくさん入れちゃって、あ、柚子胡椒。ああ、じゃあ美味しいやつですね。これ全然牛タンなのかわからないですね。ただの肉ですね。すごく淡白して、でも硬くないし柔らかいし、そしてこの野菜とこのソースもちょうどいいと思います。このスープは飲まないんですね。韓国は最後にしゃぶしゃぶになんかおかゆとかご飯入れて炒めたり、しゃぶしゃぶは飲まない。でもしゃぶしゃぶって基本牛肉だから油がきついじゃない、なんか残ったお出汁使わないんだよね。ごめんなさい、美味しいです。食べたら満足？皆さん満足？満足。どうしても私に野菜を食べさせたいっていうことですね。はい、じゃあいっぱいたっぷり食べます。えらいえらいえらい。生き延び、野菜生き延び食べる野菜があるんです。ほうれん草、人参、豆、じゃがいも、さつまいも、にんにく。にんにくは野菜じゃないんだから。おお。いやー、これすごいですね。ああ、こうやって食べるんだ。韓国メンチ見たことない。ああ、韓国メンチあんまりない。コロッケはメンチはない、あんまり。食べてみる。美味しいよ。知ってるの？パッと見ても美味しい、これ。メンチとコロッケと何が違う？メンチも肉いです。これは肉の塊ということですね。そうですね。美味しいに決まってるじゃん。茶色いもの神。そう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 。なんかこれが美味しいから竹があんまりうっかり忘れたんです。ああ、モバイルでこうやって。暗証番号がいる。誰か他の人がやるんですよ。ああ、楽ですね。リンゴハイボール、マンゴーハイボール。ああ、そういうのがあるんだ。ある。これすごく薄いのに、買うときかなり歯ごたえがあるんですね。しゃぶしゃぶの概念覆した。嫌い？好き。もともとしゃぶしゃぶはあんまり好きじゃないけど、これはすごく美味しい。何を食べても美味しい。美味しい。来てよかった。飲み放題で早く飲まなかった。ピーチで。カクテル、ピーチ、ミルク。酒は来ないのか。ピーチミルクでございます。若干失敗したような。これ、ただ、牛乳じゃないですか。美味しい牛乳です。ここメニューは多すぎ。まあマンゴーなんとかさっき。マンゴーハイボール。そういうのがあったら飲むしか。マンゴーでお願いします。入浴の時間よ。入浴。ななななななな。入浴。ネギ好き、ネギ好きだからいっぱい。これ日本の馬刺しが進出しているってことはもともとはなかった。昔歴史の記録を見ると食べたとは言うんですけれども、韓国の貴族たちが食べてたみたいですね。民たちには馬の肉が美味しいっていうことを隠すために、まあ臭いんだよっていう噂を広げたよっていう噂はあるんですけれども、実際は分からないです。ただ馬の肉は食べてたのは食べてたはずです。ただ刺身にしたかは分からないけど。失礼します。お待ちしました。おはようです。ありがとうございます。わあ、美味しい。かなり美味しい。日本に来たらこういうお酒の選択肢が広がるから、それがいいですね。韓国は焼酎、ビール、マッコリ終わりそれぐらいですから、日本に来たらもう種類が多い。飲めるお酒がハイボール、サワー系、ちゃんとした日本酒とかいろいろ飲める、その種類が多いから選べる楽しみさがあるんです。アクを取るんですか？これがあったら苦いんですか？見た目が悪いだけ。本当にこれ食べたらもう朝までお腹いっぱい。ネギと一緒にこうやって食べたからこうやっていっぱい。このチャーハンはどうやって食べるんですか？ただすくってこうやって食べる。ソースもまあいらないし、お箸で食べれるかな？これ美味しい。しょっぱさが本当に適切。韓国では食べたことはない。こういう味。もうデザートは出たんですか？ああ、ありがとうございます。お餅の中にアイスが入っていて美味しいですね。そしてこのご飯ずーっと入る。美味しい。もともとご飯あんまり好きじゃないのに。これはずーっと入る。いやーすごい。何これ。いやーすごいのが来ましたよ。最高。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。はい皆さん、初めて福島来ました。福島で食べる初めての刺身です。いや、とっても色も良くて新鮮ですね。いただきます。